ソニーショップ生は店長の片山です。本日ご紹介させていただく商品はこちら、 Bluetooth のワイヤレスノイズキャンセリングイヤホンになります。肩に乗せるタイプのイヤホンで、ソニーは今一番いいやつって言われるものがこちらの WI の 1000X になります。こちらの商品はハイレゾ音源も再生できて、なおかつノイズキャンセリングの機能がついているイヤホンになります。ヒアイン2ワイヤレスということで、 WI の H700、 こちらの商品ですよね。でこちらの商品はハイレゾの音源が聞けます。でもノイズキャンセリング機能はついておりませんというモデルでした。当店には展示してないんですけど、WI の C400 というタイプのワイヤレスヘッドセットがあります。でこちらのタイプはハイレゾ音源も再生できないし、ノイズキャンセリング機能もついておりません。その間を埋めるという意味で、こちらの WI の C600N という商品が発売されます。お色の方はブラック、グレー、あとブルー、こちらの3色での展開になっております。すぐ気がついた点なんですけど、ラバー素材でできてて非常にこれ柔らかいんですよね。見ててくださいね。これがうるるっとぐるぐるぐるっと回って、こんなに小さくなります。この状態でケースとかポーチとか入れたらいいから、これ便利ですよ。本当にこんなもう自由に曲がる。これ 1000X なんかは同じような形なんですけど、ま、少しこうだけどくるくるっと丸めるようなことはできませんでした。こちらもそうですね。やっぱ硬いんで、硬いっていうのはあんまりグイッとやっちゃうとちょっと壊れちゃったらいけないんで、重さがねすごい軽いんですよね。 34g、これでフル充電していただいて、まあ、ノイズキャンセリング機能をオフにしてるとね、最大 7.5 時間連続でね動作するそうです。で充電時間は 2.5 時間、15分のね充電で1時間再生ができます。急いでる時なんかはいいですよね。充電が終わるとランプは消えます。で操作系はほとんど WI っていう商品は一緒で、左側に電源、音量のプラスマイナス、あとは再生停止ボタンがついております。右側にねボタンがありまして、ノイズキャンセルのオンオフ、あとアビエントサウンドモードの切り替えもできます。イヤホンの方は、ここ、もう、出し入れできません。ちょっと、よく使ってるとね、切れたりはしないと思うんですけど、ちょっと不安かな。左の外側になるんですけど、ソニーのロゴの横に NFC のマークがついております。ちょうど下側になるんですけどね。こちらの方が USB の差し込み口。今回は C コネになっております。やっぱりマイクロ B よりも C コネの方がやっぱり使ってるとやっぱり便利ですね。ほんと正直。向きを気にしなくていいのがね、これだけ楽だと思いませんでした。もうこれからすべて C コネにしていくんではないかと思います。イヤホンの部分なんですけど、マグネットでついてます。こちらのマイクの方からね、周りの周辺のノイズを取って、逆位相の音を出していると。6ミリのダイナミックドライバーで音を出しているそうです。付属品は USB の C コネのケーブル、こちらがついております。あとイヤーパッドですね。多分 L、M、S、SS とついてるんだと思います。ちょっとウォークマンで視聴してみたいと思います。C の 600N も NFC のマークがついておりますし、
ウォークマン、これ A50 なんですけど、裏面に NFC のマークがついております。NFC と NFC のマークを合わせていきます。はい、これでつながりました。ただいま AptX でつながっております。Bluetooth のね、コーディックの方なんですけど、AptX、AAC、SBC に対応しております。あ、視聴する前にノイズキャンセリングの性能をチェックしてみます。はい、ノイズキャンセリング入りました。今はね、視聴してふと思ったことなんですけど、ノイズキャンセリングの効き具合っていうんですかね、こちらの WI の 1000X のノイズキャンセリング機能っていうのはものすごいいいです。それに比べるとやっぱりだいぶ違う感じ、やっぱりだいぶ落ちてくるなと思います。ノイズキャンセリングはかかってるんですけど、効果が薄いって言えばいいかな、そんな感じになります。ウォークマンのね、 A50 にも、ノイズキャンセリング機能がついております。それに比べたらいいかなっていう感じ、そのレベルだと思います。それで外音取り込みのモードも効果がちょっと薄いな、ついてないよりかはついてた方が便利なんだけど、じゃあ早速今度は音を聞いてみます。やっぱりハイレゾ対応商品ではないんで、音はやっぱり、あ、それ何やなっていう感じです。それでもね、 6mm のダイナミックドライバーを使ってますんで、そこそこ低音は出てるのかなと思います。まあ非常に聞きやすい、まあ、音になってるんではないかと思います。当然スマートフォンにもつなげていただくことができますんで、Google アシスタントにも対応しています。ヘッドホンコネクト、ソニーの純正アプリなんですけど、それも利用していただくことが可能です。でこちらの方からでもノイキャンのオンオフ、または SBC になるんだと思うんですけど、イコライザーの変更、DSEE がついておりますね。DSEEHX とは違って CD 並みの、最近の商品にはついてる自動電源オフ機能、これ結構重宝してますよね。音楽を鳴らしてない状態で電源入れたままにしておくと、やっぱ電池なくなったら困りますんで、音が出てない状態でしたら5分30分1時間3時間で自動電源オフ機能が選べれます。オフしないっていうのもあります。結構深夜バスなんかに乗るときにエンジンの音とかが聞こえなくなるんで、ノイズキャンセリング機能非常にいいんですよね。だからオフしないっていうのもありますね。やっぱ最近流行りの、ほんとよく売れてる商品、 Bluetooth のワイヤレスヘッドセット、まあ、スマホとかに使っていただくと非常に便利なんではないかと思います。岡山駅西口正面にありますソニーショップ清和です。ソニー商品のことでしたら当店にお任せください。一生懸命お店の方で説明しております。もしいいなと思う商品がありましたら、ぜひ当店でお買い求めの方よろしくお願いいたします。これからもソニー商品の動画をアップしていきますんで、当店のチャンネル登録もお願いいたします。今日は以上です。バイバーイ。